どうもしげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日は転生イデアルが楽しみすぎるあまり想定パーティー作っちゃったよ編です。よろしくお願いします。挑むダンジョンは今エリスドラゴンが欲しいので百花繚乱3なんですけど、転生イデアルの情報が発表されて、まあ普通に考えてかなり戦える部類のリーダーになれるかなと思いますので、パーティーを組んでみました。ここをね、転生イデアルで置き換えてください。だからこの性能別に紹介しなくていいよな。あ、転生イデアルなんですけど、こんな感じ、ドン。はい、リーダースキルが5色回復の同時攻撃で、軽減の9倍の1000万。で、ドラゴンタイプの全パラ 2.7 倍ってところで、まあドラゴンタイプ染めをしなきゃいけないのかなというところはあるんですけど、ラフィーネ見てください。これね、ディステル武器めちゃめちゃこれ優秀なんで、皆さんディステルの武器、いや、ディステル確保しておきましょうね。ドラゴンタイプ追加しながらスキブ漏れて L 字も暗闇も搭載できると。はい、まあ、ラフィーネは絶対こう編成した方がいい、他色においては編成した方がいいので、まあ、今後こういうね ドラゴンタイプ追加とかタイプ追加武器で強引にでも入ってくるかなと思うキャラなんですけど、はい、今回も漏れなく採用しております。で、ここに暗闇2個あるんですけど、隣フェゴランもまあ普通に入ってくるかなと思うんですけど、ここオーディンの武器で3つ暗闇搭載してるのでこれで 100% と。で、まあ一応お邪魔の完全耐性はこの後紹介するリーベが変身後持ってるんで、まあ5色攻撃強化でいいかなと。バインド耐性も補えてるからね。はい、で、リーベ、すいません、あの枠解放潜在がガチであの足りなくてここできてないんですけど、まあまあまあ今回は多めに見てください。変身後こんな感じで、まあお邪魔の完全耐性持ちながら、まあ、L 字とか5色攻撃強化とかスキルチャージとかで、まあ、軽減ループができると。このキャラもまあ間違いなく入ってくるのかなというところで、僕の中ではフェゴラン、ラフィーネ、リーベはもう確定ですだから本当に無課金でリーベ引けたの奇跡だと思ってます。で、まあ、今回あの追加攻撃、まあ、固定追撃とかの兼ね合いでフレンドさん昨夜にしてるんですけど、想定の中ではまあマリエルフレンドなのか、まあ、自陣でねもう一体マリエル持ってたら、リーベのところマリエルでフレンドさんリーベみたいな感じになったんですけど、まあ、ここはちょっとね、まあ、まだあのイデアルが転生してないってことで固定追撃もないので今回ぐちゃぐちゃになっておりますが、そんな感じの想定をしております。フレンドさんでリーベで自陣でマリエル2体か、まあ、フレンドさんマリエルで自陣でリーベで、まあ、マリエル2体、まあ、マリエルがやっぱり優秀なのが完全耐性選べるんで、さっきまあ暗闇を 100% にしててお邪魔の完全耐性あってって話したと思うんですけど、毒を選べるからこれでも3種 100% なんですよね。で、あとエンハンスもドラゴン3倍とか、まあ、回復力も上げられるしとか考えるとやっぱりこのキャラスペック高いなっていうのがあって、まあ、全然編成していいんじゃないかなという感じです。はい、で、まあ、昨夜は今回さっきのね、固定追撃の兼ね合いで編成してるんですけども、まあマリエルだと思ってみてください。まあそれは無理があるんですけどね。はい、とりあえずじゃあ、覚醒バッジ HP で想定パでやっていきたいと思います。はい、ということでまずバトル1なんですけれども、変身もね、ラフィーネも1段階目、まああとリーベも溜まってるのでここ変身させます。一応ね、転生イデアルが、変身じゃないっていう強みもあるんで、変身キャラあんま入れたくなかったんですけど、この2体は、もうそこを差し引いても明らかに優秀なので、まあ、仕方ないかなというのがありつつも、まあ、普通にね、スキブが足りてるのが良かったですね。はい、これでとりあえず前職組みながら、とりあえずのこの火力。まあ、ここにエンハンスとかね、乗ってきたりします。まあ、あとラフィーネまだ変身してないしね。で、あと、イデアルもね、転生したら、サブエンハとかもついてくるんで、ただ、今回、イデアル自身が、この形態だと、まあ、ダブル吸収無効的な働きもあるんで、まあ、イデアル転生しても、後ろにダブル吸収無効乗っけるのはイデアルかなって思ってますね。で、目的の、エリスドラゴンなんですけれども、とりあえず、一発目ぶっ飛ばします。まあ、これは、独自の対策というかが必要になってくるかなというところなんですけど、はい、マリエルの後ろ溜まりました。アマージュ武器ですね。これで一撃受けますと。はい、ただ、ここの、まあ、3ターン猶予があるのかなと思うんですけど、前職消していきます。なんでかっていうと、ラフィーネの変身を終わらせたい。スキルチャージ込みでね。はい。なんで、軽く早送りしたいと思います。
はい、このターンでアマージュ使って、まあ、別に1コンボでもよかったんですけど、まあ、やっぱりラフィーナの変身を終わらせたいということで前職組んでいきます。で、本当にたまたまなんですけども、前職組んだらサクヤの方のリーダー倍率だけで、あと覚醒の倍率だけで、ここが削れちゃったんですよね。はい、まあ結果オーライなんですけど、全然一発受けてって感じでいいと思いました。で、もうめんどくささの極みのキャラクターガウェイン13コンボ以下吸収。まあそうだね、これイデアルを想定しても転生イデアルリーダースキルにコンボ加算ないんですよね。まあそこがやっぱりちょっと厳しいところではあるのかなと思うんですけども、うん、まあ落ち込んありきで頑張ろうって感じで、ここざっくり早送りしまーす。はい、2回目の超根性発動ということで、半分切って、はい、ラフィーネ使って、いつの間にかラフィーネも変身が終わってますね。まあ、こっからは、だからそれこそサブエンハですよね。かかっていくので、まあ、だからそれで行くと、転生イデアルとスキルが被っちゃってるから、まあ、転生イデアルの後ろは割と自由枠というかに、まあ、ダブル吸収と、向こうとかにしてあげると、無難なんじゃないかなって思いますけども、はい。これで、なんとか、まあ、落ち込む乗って、ぶち抜いていきます。まあ、潜在はね、それこそ、行くダンジョンによって、まあ、無効貫通なのか、どうかってところですけど、うん、まあ、付け替えでいいのかなと思います。で、メノア、ダブル吸収無効を打っていきましょう。で、リーベも軽減貼って、まあ、だから、耐久力申し分なし、だと思うんですよ。あ、でもあれか、一応今回まだ全パラ倍率をもらっていないので、この形態のイデアルだと回復力が若干、まあ、受けれるダメージ量的には問題ないと思うんですけど、回復力が若干足んないかなっていうのはありましたね。で、これ水を汲み損ねてるんですけど、落ち込んありがとうってことで、僕はねこうやって息巻いてイデアルパーティー使うんだって思って想定で使ってますけど、そもそもパズルが下手なので、ちょっと使うってなったらね、パズルもっと頑張らないといけないところはあります。うん、そもそもルーレットパズルも苦手なのにね、なんかこうやってラフィーネは絶対入るよとか言っちゃうあたりがね、しんどいところではありますよ。ただもうね、2発でメノアも余裕で落とせるし、うん、回復力もいろいろ対応もできてるし、指もあって、で全回復スキルもあって、で、まあもう一体、まあフレングさんマリエルで考えると、もっとエンハンス打てる、回数というかも増えますし、まあ今回で言うとね、サクヤとフェゴラに役割ちょっと被っちゃってるんですけどね、スキルは。はい。まあそんな感じですかね。今回は闇、ヘキサゼオンということで、石をぶっ飛ばすところまでカットしたいと思います。はい、ということで奇跡の共鳴が消えました。真ん中ぶち抜けるようになったんですけど、ここでデバフ食らっちゃってます。ただね、まあ本当に火力高いので、総じて平均的な火力が高いので、うん、まあぶち抜けるかなという感じで組んでいきます。しっかりね、リーベもループさせながら油断せずいきましょう。はい、ぶち抜きました。で、盤面ロックっすね。盤面ロックあるんですけど、欠損してないというところで、このまま行ったのか、いや違うわ、昨夜打ったんだわ。 HP 満タンからね 20% 削るの気持ちいいっすよね。はい、ただそれだけの理由で打ちました。まあ、今はね昨夜入ってますけども、まあでもどうなんだろうな、イデアル、まあ、昨夜入れることもいつかあんのかな、そのうち、まあダンジョンによってはって感じか。うん、とにかくね、多色の回復薬は、フェゴランが優秀っすね。まあ、ステータス的な面もあるし、
まあ、スキルそもそも強いし、覚醒もね、いいんだよね。っていうのがあるんで、あと、まあ、属性もね、キー闇で、しっかり、まあ、2色埋めてくれるし、っていうのがあったりして。だから今回の転生イデアルが、光火のキャラなんですけど、フェゴランがキー闇埋めてくれるから、あと正直水入れればいいだけなんだよね。って考えると、もう、あと、リーベは確定するとしたら、2枠。まあ、今回は、まあ、ラフィーネ。ラフィーネは必須か。じゃあもうほぼこれでいいんじゃねえ、もう。マリエルの枠を、じゃあどうするか問題。かなぁ、それぐらいかなぁ、いじるとしたら。まあ、間違いなく強いと思うんで、ちょっとね。まあ、それこそ本当に転生して実際使ってみないと何とも言えないところもあると思うんですけど、はい、いい火力で削って、残り一発っていうところ。で、ここでやらかします。本当にありがとうございました。最後マリエル使ってね、エンハンスかけて、これでもうぶち抜こうと思ったんですけど、あれ割と暗闇多いなというところで、ちょっと雑なパズルを始めてしまいます。まあこれ結果から言いますと、これワンチャン転生イデアルだったら勝ってて、というかまあここラフィーネ使えばいい話だったんですけど、まあ、サブエンハですよね。サブエンハ打ってたら勝った。この、マリエルのドラゴンタイプのエンハンスに加えてのサブエンハ。まあ、サブエンハって基本的にそういうところなんですけど、まあ火力の底上げができるわけですよ。それができれば勝ったんですけど、はい、これ一応全色組んでますよね。まあ、暗闇ある程度無視しちゃったんですけど、まあ7コンボもして、いや、勝ったと思ったんですけど、あーい、すいませーん。まあ、もしかしたらこれも、転生イデアルになった時のリーダースキル、固定1000万ダメージで倒したかもしれない。それは嘘。とにもかくにも、転生イデアルの実装が楽しみです。本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。